2006年ラリージャパンは FIA が管理する世界ラリー選手権の日本ラウンド。年度により開催地域が異なる。主催は日本自動車連盟に登録しているモータースポーツクラブのうち加盟クラブの資格を有するクラブである。日本の自動車メーカーの海外ラリー挑戦の歴史は長くアフリカのサファリラリーやオーストラリアのサザンクロスラリーなどで好成績を残してきた。 しかし、行動を長距離走行し、占有区間でタイムトライアルを行う、国際格式のラリーを日本国内で行うためには、車検制度や道路使用許可、安全対策、地域住民の理解などの課題が多かった。1990年代に入り、WRC でトヨタスバル、三菱の日本車が全盛期を迎えた頃、広大な自然が広がる北海道で、 WRC 招致運動が立ち上がる。AG メンバーズスポーツクラブ北海道が母体となり、1990年に運営企画会社プランニング法を設立。十勝24時間レースの共賽実績を積んで1999年に日本自動車連盟公認クラブとなり、毎日新聞社の講演を得て、2001年に、 国際自動車連盟公認のインターナショナルラリー・イン・北海道を開催した。2002年はアジアパシフィックラリー選手権の一戦に昇格し、ラリー・北海道と解消。f i a へのロビー活動と地元と連携した受け入れ準備が実を結び、2004年のラリージャパン初開催が決定した。2006年2004年から2007年にかけては、北海道。 トカチ地方で行われた。名称は2005年まで、ラリージャパン、2006年以降は、ラリージャパンと表記される。第2回より、プロダクションカー世界ラリー選手権が閉催された。なお、ラリー北海道は、同年より、アジアパシフィックラリー選手権の一戦として、ラリージャパンとは別に開催されている。ヘッドクオーター及びサービスパークは、 帯広市に設置され、帯広市、陸別町、足朗町、新徳町にスペシャルステージが設定された。陸別町では、陸別サーキットのダートコースが SS の一部となった。2005年までは、幕別町の札打地下は河川敷に観戦スタンドを備えた特設コースが建設され、スーパー SS が行われていたが、2006年は来た。 愛国サービスパークに隣接された。国立国定公園に隣接した林道でのラリーに対して自然保護団体等からは抗議反対の声も上がった。コース名は標準的な日本語ではなく北海道古来のアイヌ語の地名によって名付けられていることも特徴の一つである。スペシャルステージは非常に道幅が狭く低速なステージが多いが 道幅の広い高速コースもある。路面状況は砂や砂利が多く、非常にルーズな路面も多いため、ニュージーランドやグレートブリテンに似ているとも言われている。中でもアショロ町で行われる SS の一つ、パウセカムイ観戦エリア B は北海道らしい雄大な牧草地帯を走り抜けるところを観戦できるため、人気の観戦ポイントとなっていた。初開催となった2004年は、 道内外と海外から延べ21万人が訪れ、2回目となる2005年も20万人が感染した。また、帯広市内中心部で開催されるセレモニアルスタートにも毎年約5万人が訪れ、帯広市としては市政始まって、以来の年に一度の大イベントとなっていた。SS は安全のため観客が立ち入るエリアが制限。 されており、SS 間のロードセクションの沿道に、熱心なギャラリーの列ができるという光景が、海外のクルーたちを驚かせた。ただし、2005年大会の終了後、ラリー、北海道時代から支援を続けてきた毎日新聞が、多額の経費負担を理由に撤退し、財政面の後ろ盾を失った。また、帯広市周辺の宿泊施設のキャパシティを大きく、 上回る関係者、感染客の数により毎年宿泊施設不足に悩まされていたことなどに加え、ロードセクションの距離が長く、競技車両が渋滞に巻き込まれタイムコントロールに遅刻するケースがしばしば発生し、参加者から改善を求められていた。札幌ドーム内のスーパー SS2008 年からは、これらの問題を一挙に解決すべく、開催地が 道央地方に移された。拠点は、札幌市では大都市すぎ、競技車両渋滞や事故等の恐れがあるため、千歳市、岩見沢市あたりが有力と思われていたが、最終的には、札幌市に決まった。札幌ドームにヘッドクォーター、サービスパークメディアセンターが集約され、ドーム内に、スーパー SS 用の特設ステージが用意された。札幌ドームでは、 プロ野球パリーグのクライマックスシリーズと日程が重なる可能性があることから日程を変更したとされる。SS は札幌のホカチトセ市、苫小牧市、江庭市、夕張市、美梅市、岩見沢市、三笠市の八市にまたがるが、リエゾン区間に高速道路を利用するなど、全体的にコンパクトな開催形態を目指した。新地歳には、 新千歳モーターランドのダートオフロードコースを利用した観戦ステージが設けられた。また、初めてパイオニアカロッツェリアがカンムリスポンサーにつくなど財政面でも黒字化を目指すとしていた。初開催の2008年は、十勝開催時の3倍相当のチケット販売を記録したが、一部の SS でギャラリーポイントからコースが見えないという問題が発生した。 地域密着型だった十勝開催に比べると、大都市の札幌では、お祭り的な歓迎ムードは薄まっていた。同年末には、リーマンショックの余波でスバルと鈴木が、WRC からの撤退を表明したため、以後は、日本の自動車メーカーの協力を受けられなくなった。WRC 開催地のローテーション性により2009年は、開催されず、 2010年に2回目の同応開催が行われた。この年は WRC に転校した2007年の F1 チャンピオン、君来子年の参戦という話題があり、ショッピングモールでファンとカート対決というイベントが催された。2011年に関して FIA から開催申請料とは別にトラッキングシステムなどの使用料などで100万ユーロの 追加費用が必要であると提示され、主催者は、スポンサーなどの資金面から、開催継続を断念した。2012年に向けて、カレンダー登録申請を行うという話はあった。ものの東日本大震災などの影響などから、実現せず、当時の主催クラブは継続開催を断念し、北海道での開催は2010年が最後となった。2010年以後ラリージャパンは中断し、 しばらく空白期間が生じた。しかし、2017年に、トヨタが WRC に復帰し、再び関心度が高まる中で、トヨタの地元であり、全日本ラリー選手権の新白ラリーを開催してきた、中部地方で、ラリージャパンを復活させようという機運が高まる。2018年1月に招致委員会が発足し、トヨタモータースポーツクラブを主催団体、 株式会社サンズを運営母体として事務局を同社内に設置し、招致活動を展開。WRC プロモーターと契約し、2019年開催は当格と言われながら FIA 総会でまさかの落選を起死し、翌年再挑戦を経て2019年の FIA ワールドスポーツカウンシルにて2020年の開催が決定した。愛知県長久手市の愛。 地球博記念公園に大会本部とサービスパークを置き、愛知県と岐阜県の山間部でターマックイベントとして開催される予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、開催はキャンセルとなった。2021年シーズンについては2020年シーズン同様、年間最終戦に設定されている。しかし2020年同様中止、 2004レッグにリザルト。ありがとうございます。